じゃこんにちは。はい。佐々木さん、はい、まあ昨シーズンは、はい、プロ野球ルーキーの活躍が目立ちましたね。まあ、これからどんどん目立つだろうね。あ、というのは、はい、やっぱか入ってくる時にもう体ができてるよね。そうですね。俺らの時はひょろひょろだったけどさ、みんな、はい、で1年経ったり2年経ったりとかして、うん、やっとプロの体になるという、うん、でも今本当にねいい体してるわ。例えば阪神の佐藤輝明選手なんかも半端ないよ体。キャンプからすごかったですし、 あと活躍したといえば例えば栗林投手、うん、伊藤大海投手、あと早川投手あたりも活躍しましたよね。いやもう大活躍ですよ。ドライでドライチですか。お前牧忘れてるだろ。あ、そうだ、マキお前おっさんみたいだ、忘れてやんなっつの。そうです、4番も打ちましたしね、打率も残しましたし。いやだから精神的にも受け答えだとか、うん、そういうのがしっかりしてるよな、はい、で自分のビジョンをやっぱしっかり描けてるというか、はい、なんかとりあえずプロに入ったみたいなんじゃなくて、はい、入るのは当然だと、うん、こっからだっていうようなビジョンがこう映し出されてるというか。そうですね、それを言葉に表現できるというかね、はい、俺らの時なんかさ、いや頑張ります、いやもうとにかく一軍に一軍でヒット打ちたいです、そんな感じだ。お前何言ってんだみたいな。今だったらもう俺が突っ込むよ自分を。逆にね、うん、そうですね、お前しっかり喋れよみたいな。プラス今の選手たち、例えばあのネット、うん、YouTube だったりいろんなソーシャルメディアっていうか SNS があるので、例えばそういうインタビューの受け答え、いろんな選手の見たりとか、あとそういう投球方法とか打撃とかもいろんなもの取り入れる。まあそりゃそうだね、多いんでしょうね、うん。まあでもね、本当に精神的にしっかりしてるわ今の子たちは、うん、じゃあ、はい、今年のドラ1の選手たちがこのように活躍しそうなのかどうか。活躍するんじゃないの。ちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、まずヤクルト、セリーグ、はい、ドラフト1位は法政大学から、はい、ピッチャー山下投手です、はい、これ、ね、肘壊してたんだよね。あ、そうそうそう、だから本人も弱く、はい、やっぱちょっと焦りたくないんだと。いや、それはもちろんそうだよね、はい、うん、だからそんなにね大活躍というよりも今年一軍で姿を見れればいいなっていうぐらいに考えておいてあげないとちょっとダメだな、焦らしたら彼を、あの逆に崩しちゃうと、持ってるものは素晴らしいんだけど、やっぱり故障箇所がやっぱあったということが、うん、あ、これをこう完全に復活させて、まあ、マウンドに上げてあげたいよね、うん。あとヤクルトというと例えば奥川投手であったりとか、うん、高橋投手だったり、なんかじっくり1年、うん、2年っていうイメージもあるんですけど、まあ、これは高校生だからね。ああ、だから彼は大学からだから、ちょっとこうテンポアップはすると思うけど、はい、だけど1年目からっていう大きな期待っていうのはあんまりかけてあげない方が俺はいいと思う。じゃあその後高津監督なども考慮して、うん、あのね、怪我させないのが一番だから。はい、うんうん、怪我させたら成長も止まるし、はい、何にもならないわけだから、うん、だから、まあ、これは時間をかけるつもりもないだろうけども、はい、状態が良ければ投げさす、うん、悪ければ、ね、やめるという、もうこれはメリハリはちゃんとつけておいてほしいなと思うよね。そうですね、だから今年すぐに活躍ではなく、うん、まあ、今年見れたらいいなっていうぐらいに思ってた方が悪いかな。まあまあそうだね、うん、いいですね。だから本人インタビューでも答えてるから、そういうふうに、やっぱり肘っていうのがやっぱまだ多少不安なんじゃないの、うん、でも素材としたら素晴らしいものがあるから、はい、だからまあ去年2位で取った山野、はい、これを同じ左ピッチャーで成長させるという、ね、うん、はい、うん、1軍に1試合投げただけでもう姿見えなかった山野。どういう試合になっちゃったの。後輩、高校の。あ、そうなんですね。そう活躍してほしいですよね、うん、本当頑張ってほしいですよ ね、はいはい、で阪神は、コーチの森木投手、こっちのピッチャーですね。これは面構えがいいね。お、井上さん、どんなところに魅力を感じました。やっぱボールの速さだよ、力がある、うん、あ、まあ、高校時代からね騒がれてて、まあ、甲子園行けなかったんだけどね、明徳がいるから。ああ、そう、まあ、このあれ監督誰だったっけ、馬淵だ、はい、馬淵さん、ああ、やっぱ攻略法知ってんな。そういう攻略されて、はい、で甲子園行けなかったんだけど、うん、だから面がまあまあいいし、ボールに力があるし、ただね、運的には、はい、例えば甲子園行けない、
でドラフトの時も小園の外れ1位なんです。そうですね、はい、だからここら辺がどうなのかなと思うよ。ここら辺をクソッというバネにしてほしいよね。あ、なるほどね。ああ見とけよみたいな、うん、俺の力を見とけみたいな、はい、そのぐらいの根性があってほしいなって。多分そのぐらいの根性がある子だよね、多分この子は。うん、だから魅力はすごく感じる。で高校生で、まあ、ピッチャーってあの1年目から活躍しやすいですか、野手よりも。いやーこの子はまた体もしっかりしてるわ。で受け答え精神も俺はしっかりしてると思う。お、じゃあ今年一番で見られる可能性っていうのは。いや俺はあると。あ、そうなんですね、うん。まあ、昨年入った西、はい、まあ、西勇輝のいとこの子よりも、うん、早く出てきそうな感じがする。あ、まあ、西野は親戚の子も、はい、一緒してるけどね、はい、一緒してるけど、いやそれは超えていくんかなっていうような、そのぐらいの完成度はなんかすごく感じるけどね。楽しみですね。楽しみだよ、力投手。ほんでね、はい、これ、まあ、ついでだけど、はい、智弁から入った4位の子がいるでしょ。あ、いますね、前川。前川なんだ。あ、前川は、うん、間違えたら怒るからね。そうですね。あ、もう怒られる、怒られる。お前感染者だろみたいな。柳田は柳田とかさ、はい、もううるさいからね、ちょっとね。前今年の目標としたら間違いない。そうですね、前川。前川この子はね、はい、首の太さがいい。え、首の太さってパワーなんだよ、はい、力がないと首の太さって出てこないんだけど、はい、この子はいいね、多分いい外野手に育ちそうですか。守備が下手なんだけどね、まだね、まだまだ、まだ、うん、これからじゃ、うん、だけど森木、この前が、はい、このやっぱ2人、佐藤、はい、なんか左バッターっていうのはちょっとね甲子園で苦労するかなとは思うんだけど、はい、いいね阪神。おお、楽しみな、楽しみなんだよ、ね、ルーキーとか、はい、ね、若い子たちいますもんね。さあ巨人ですけれども、うん、太田大成選手、太田大成という太田大成をさ、はい、なんかドラフトの時にさ、はい、ね、まあ、皆さん僕のことは知らないと思いますけどみたいな、申し訳ないですよなんて謝っちゃってたからね。いや謝る必要ないのにさ、ね、なんかこう謙虚なんだよすごく。あ、そうなんですね、関西国際大から右ピッチャー、うん、はい、うん、いやだからまあスライダーピッチャーなんだよね大体。スライダーがちょっと特徴があって大きいというかね、はい、まあ、小さい変化も持ってるという、うん、だから、まあ、どちらかというと速球派バンバン来るよりも、はい、割とこうそういうことでかわしてきそうなピッチャーなんだよね、うん、これからだと思うよ、これから。どうですか、まあ、情報によると、はい、やっぱバッターをやりながらピッチャーをやり、はい、そのピッチャーが育ったんでドラフトにかかったという。珍しいタイプなんだ。だからまあ二刀流やらいいのになと思うんだけど。そうですね、もしかするとそのね、配置の転換ということもあるんですか。ないね、それはないんですか。最初はね、まあ、調子乗らない方がいいよ。それはないな。それはやっぱピッチャーのドラフト1だ。それはないわ。それはそうですよね、それはびっくりしますよね。あんまり調子乗らない方がいい。いやだからピッチャーで期待はしてるけども、はい、あのね、俺ジャイアンツのね、やっぱ強い時期ってドラフト1位がさ、ほとんど活躍するわけ。まあ、例えば高橋由伸とかさ、はい、松井だとか、うん、外野手にいたりとか、はい、でキャッチャー阿部慎之助とか、うん、坂本勇人だとか、はい、岡本もドラフト1位でしょ、はい、だからああいうドラフト1位がほとんどだったんだよね、うん、いや巨人ってドラフト1位じゃないとレギュラーになれないのかっていうぐらいドラフト1位が席巻してた時代があるわけ、はい、その時代って本当強かったのよ、うん、今ちょっと生態系が変わってきてるよね。そうですね、まあまあでも、まあ、岡本が1位だったり坂本が1位だったり吉川が1位っていうのは、うん、これはまあ伝統的なことだけど、外野に目を通すとさ、まあ、ちょっとそれがちょっと崩れてたりだとかさ、はい、するんだよね、うん、だからうまくドラフト1が育てばいいけどなっていうことは思ってる最近の巨人ではね。うん、まあ、そういう意味でも太田大成投手頑張ってほしいですよね。だから謙虚さはあるんだよ。謙虚さはある。僕の名前はこれから覚えていってもらいたいと思いますみたいな。なんかそんな恐縮しなくてもと思っちゃいますね。堂々としといてくれればいいのにさ、第一なんだからって思っちゃいますけれどもね。ああ、はいはい、さあそして、広島、はい、広島は黒原投手、はい、感覚、感覚、はい、はい、そうです、感覚。これはね、左のね、技巧派。あ、これはね、ハマるとね、あれみたいな、伊藤、
阪神の、うん、伊藤将司投手ですか、うん、ボールをこう動かすチェンジアップとか、あすごい、だから結構テクニシャンだよ、はい、これがハマってくるといいよね。おえどうなんですか広島、これ一軍で来、まあ、今シーズン、うん、見られそうな感じの、あでもこういうピッチャーは俺は速いと思うよ。でコントロールは比較的いいピッチャーだから、はい、あの選手権で見てたけどさ、うんうん、割と面白い子だなっていう風に、うん、悪ければ中継ぎもできる子だ、あ先発じゃなくて、うん、だから いろいろ使い道はたくさんあるピッチャーの一人だよね。すごい器用な投手になりそうですね。そう、そして中日ですけれども、もうねブライト健太選手、まあやっぱこうチームのね、はい、まあ打つっていうことが、うん、まあ、最大のテーマだし、はい、その、まあ、テーマだからね、うん、だから そういう意味では野手行ったんだろうけども、はい、まあ そのあそこでホームランを打つっていうのは至難の技だしさ、はい、ただそのブライト・ケント、はい、まあ、ケンタ、はい、これはねパンチ力もあるし、はい、脚力もあるし、うん、ただキャッチボールをちょっと映像で見ると、はい、コントロールが悪いんだよね。あでもバディドームで広くて外野でコントロール悪いとちょっと困るんだけど、ね、これはやっぱり中入ってから投げ方っていうことで教えられるとは思うけどね、はい、でもセンスのある子だからさ、うん、だからまあ最初から使ってほしいなと思うよね立浪監督で、うん、まあ、立浪監督が1年で 目から高校、はい、高卒だったけど、うん、使われたように、うん、ね、自分がこう選んで、はい、ブライト・ケント、いいよいいよって言ってたからさ、ずっと、はい、だから、まあ、使ってほしいなと思うけどね、まあ、立浪っていうのは、守備は抜群にうまかったんだよ。あ、じゃあ、ちょっと、まあ、入った時からプロでナンバーワンじゃないかっていうぐらいの守備してたんだよ。だからやっぱり1年目から活躍できたそうそう、まあ、多少打てなくてもショートだから、目をつぶろっていうようなこともあったんだろうけども、はい、外野手はまたちょっと違うからね。外野手は守備に目つぶっても打ってくれないとさ、はい、そうですね、そうそう、だからそこがちょっと立浪が使われたところと、うん、ブライトが使われるか使われないところの差になってくると思うんだよ、はい、うん、だから、まあ、そこら辺で、まあ、乗り越えてほしいなと思うよね。立浪監督の期待に応えてほしいなと思う選手だよね。そうですね、うん、まあ、能力は間違いなく高い選手だから、はい、うまく育ってほしいし、はい、まあ、バッティングは中村ノリが教えるでしょ。おー、楽しみですね。これは楽しみだよ。ですね。あ、もう中村ノリはあの教えるのはうまいから、はい、うん、さ、そして DeNA ですけれども、小園健太投手取りました。これは楽しみだね。お、豊さん、どんな風に、これはやっぱりね、はい、高校球界の中ではナンバーワンだと思うよ。おお、投げ方もバランスも、はい、で受けても良かったよね、キャッチャーも、はい、小僧のね、受けてるキャッチャーも良かったということで、いや、これはもう楽しみでしかない。あのね、今 DeNA 投手がちょっとね、なかなかっていうところ、まあ、まあそうだね、まあ右投手がね、はい、なかなかこうローテーションでこう活躍できないっていうかさ、うん、まあそういうところもあって、まあ小僧の期待は大きいんだけども、はい、まあ、まあ焦らないことと、はい、ただ横浜スタジアムではなかなか投手が育たないという、はい、まあ、こともあるし、でも小園は俺その上行くと思うんだよね。お、その魅力っていうのはやっぱボールのキレと力だよ、うん、それとやっぱコントロールがいい。あ、3秒揃ってますね、うん、だから、まあ、遠藤さんって昔いたけどね、はい、あのぐらいのクラスにはなってくれると思うよ。お、あれを超えていけると思うよ。まさに DeNA の顔というか、うん、になる投手になるであろうと。で、平松さんも超えていってほしいと。すごい偉大な投手になってほしいなと思うね、横浜の。そうですよね。で、ちょっとあの駆け足になりますけど、パ・リーグ、はい、オリックスは、東北福祉大から椋木投手、右ピッチャーです。はい、取りました。椋木とは誰も言ってないいや、言ってんだよ。そうなんですか。あだ名が椋木だから。あ、そうなんですね。椋木ね、椋木蓮投手、ね、これは後輩だから、高校の。え、またこれまた、まあ、初めてですよ。ドライチですよ。ドライチだよ。初のドライチ。まあまあ、東北福祉大は経てるけどね。はい。だけど、まあ、我が母校からのドラフト1位だから。はい、うわ、もうこれは期待ですね。いや、もう期待しかないし、はい、まあ、どう、大丈夫かみたいな。もう本当にドラフト1位かみたいな。すごい。ちょっとまあ、ね、あんまり見てないんだけども、はい、オリックスのあの投手陣の中で、うん、ドラフト1位にかかるっていうのはやっぱ相当なポテンシャルがないとドラフト1位にかからないと思うんだよ、はい、オリックスの、あの見る目を見ると、うん、
スカウトのね、はい、だ山本はいる、宮城はいるみたいな、うん、あとはもうなんかめちゃくちゃ速いピッチャーばっかりいるじゃん、はい、その中でどのドラフト1位だから、うん、あもう期待はするよね。そうですよね、もちろん期待はする、楽しみですもんね、うん、さあそしてロッテですけれども、お松川光選手、ああ保守です。あこれはもうやんちゃだよ、やんちゃ、どういう意味でやんちゃなんですか。顔に出てるからやんちゃいい意味でのやんちゃですね、きっと。いやいや、だから、うん、そのなんていうの、引っ張っていけるキャッチャーとして、あピッチャーをってこと、ね、もう弱気にならない来いみたいな、お頼もしいですね、頼もしいと思うんだよ、うんうんうん、だからあの小園とね、はい、高校時代バッタリ組んでて、和歌山、はい、お互いの抱き枕を交換し合って、で実寸大の抱いて寝れないでしょ、絶対もう部屋の隅どっか行ってますよ、ね、そうだよな、忘れないためにって、忘れないっつうの誰かがやらせやらせたよ絶対に、かわいそうに。まあまあでもね、はい、まあ、まあ楽しいそういうね、うん、ことがありながら、はい、まあなんていうの、まあ投手陣を引っ張れるだけの、うん、ものを備えてほしいなって思うよね。そうですね、キャッチャーだしちょっと時間はかかるかもわからない、はい、でも必ずは出てきてくれるような選手に育つと思う、うんうん、はい、じゃああとね数年楽しみを先に待ってってことですよね、はい、で楽天が吉野選手、外野手です、はい、これはダークホースだったね、楽天ここ行きましたね、うん、だけど割と影に隠れた大器かもわからない、あの、ね、スカウトの方はそういう方いらっしゃいますからね、いや、クラフトに行くからね、やっぱ3秒揃ってんだよね、で右でしょ、はい、そうです、でやっぱり右がやっぱ一つの楽天のテーマだったよね、うん、右打者を取るというね、うん、だからそういう意味ではハマってくれればいいと思うけども、やっぱ多少時間はかかりそうだけどね、あちょっとかかりそう、うん、かかりそうだけど、うん、はい、だけどものとしたら、おこんな子が隠れてたんだって、まあ隠れてはないんだろうけど、うん、俺はあんまり知らなかった、はい、ああいい素材がいるんだなみたいな、そうですね、うん、そういう期待感を持たせてくれるような、はい、まあ、選手だね、そうです、はい、さあそしてソフトバンクが、風間球太投手、はい、もうこれはね、はい、ハマったら化け物になるだろうね、まあ、ソフトバンクもね投手やっぱ投手強いっていうイメージが打てないっていう、うん、で速いボールじゃないと我々の仲間には入れないっていう、はい、まあ身長体格、まああのね、見本になるピッチャーがたくさんいるよ、先輩に、あ、まあ、千賀であったりだとかさ、はい、まあ、他にもその速いピッチャーもいるし、はい、だからそういう意味ではいいとこ、いい教材がいるところに入ったなっていう、そうですね、うん、日本ハムが、はい、タツ投手、タツ天理から、はい、そうだね、ピッチャーです、まあ、タツはね、うん、いいよもういや、いいんだよどっかの居酒屋で話してる、タツはいいんだよでね、自分を本当にこの今ドラフト1位の中で一番自分を持ってるっていうのはタツだと思う、おビジョンもあって、はい、多分メジャーに行くと思う、メジャー行くためにプロ野球界に入ってきたっていうふうに思ってもいい、あ、そのぐらいの、だからそのぐらい伸びなきゃダメだよっていう、はい、うんうんうん、ね、メジャーに目にかかるぐらいじゃないとダメだよって、そのためにはやっぱダルビッシュだったり大谷翔平だったり、はい、そういうクラスを狙ってるから、はい、だから あの子らは1年目から活躍したから、しました、ね、高校出ても、はい、だからそのぐらいのポテンシャルでやんないとメジャーにはなかなか目につかないよって、うん、だから上原だって大学出てすぐ最多勝取った、はい、松坂だってすぐローテーションに入った、うん、そのぐらいのことを考えないとメジャーにはいけませんよってこと、あそのぐらいのポテンシャルっていうよりもそういうビジョンを描いてることだから、うん、じゃあ1年目からこの子活躍しなきゃ本来ダメだよっていう気持ち、そのビジョンは崩れるよっていう、うん、言っとくよって、でもそれだけのものの大きさっていうのは感じるけどね、なるほど、うん、さあそして西武ですよ、このピッチャーを取りました、うん、隅田投手です、西日本工業大学から、はい、大人気だからね、すごかったですか、ね、まあ、確かに映像を見る限りでは、はい、ああ1位はうなずけるなっていう、うん、もう完成度も高いしさ、はい、やっぱり左ピッチャーで、うん、まあ、あれだけのポテンシャル持ってるピッチャーっていうのはなかなかいないし、はい、年も割と近い人たちがすごく育ってきてるんだよね、
西武、まあ、例えば高橋光成、ね、今井だとかさ、はい、松本だとか渡辺だとか、まあ、そういうピッチャーがいる、はい、その中に同じような年代の隅田が入る、うん、これは働きやすいと思うよ、やりやすいと思うよ、私はいい環境の中で、うん、できるってことですね。それとやっぱり GM の鍋ちゃんが、はい、やっぱとにかく腕を振れっていう教えだから、うん、ピッチャーはとにかくコントロールよりは腕振れっていうタイプだから、はい、でもコントロールもともといいから、うん、ね、だから本当に活躍できると思うし、さらに磨きがかかりそうですよね、でその受けて森、はい、古賀っていうのを取ってるんだよ中央から、まあ、後輩なんだけど、お、はいはいはい、ドラさん、これがまたいいんだよ、お、中大の古賀、森がバッティング専念ってなったら、はい、それはね、吉田正尚が首位打者ばっかり取ってるけど、はい、これともう双璧になってくるから、おで古賀がキャッチャーとしてやれば、西武はね、今年のドラフトをね、かかった選手たちが活躍、うん、もうね、西武のドラフト100点満点だから、お、もう辻監督もね、もうちょっとあんな嬉しそうな辻見たことないからそんな嬉しそうだったんですね、めちゃくちゃ嬉しそうだと思う、まあそうですよね、いや本当に花火打ち上げようかなっていうような感じだったまあ、確かに、いやでもね、やっぱ取れる、いい選手を取れるっていうのはね、やっぱり嬉しいでしょうね、まあ、そうだそうだね、うん、だから楽しみな選手が多いよね、いや本当そうです、うん、ね、前年度ね、あれだけやっぱりルーキーの選手たちが活躍してるんで、今年もドラ1だったりする選手が、まあそうだね、一体この中から何人活躍できるのか、いや活躍すると思うよ、これは楽しみですよね、うん、楽しみだよね、はい、はい。